ボンボー、今ねちょっと半身浴で減量中なんですけど、ちょっと今動画回してます。急遽なんで回してるかっていうと、ちょっと僕のプライベートのことでね、話したいことがあって、まあ、話そうと思った時がタイミングじゃないですか。だから今ちょっとこんなところで回してるんですけど、知ってる人は、まあ、チャンネル見てくれてる人は知ってると思うんですけど、3年4年前から僕は、シングルファザーだったんですね。で、まあ、シングルファザーやりながら、まあ、仕事とかボクシングをやってる感じだったんですけど、まあちょっと去年の話にはなるんですけど、33歳中川麦ちゃん、この度再婚いたしました。これ苦情来るわ、隣から506から苦情来るな。はい、でね、これねめっちゃめでたいんですよ。これね、何がめでたいかっていうと、シングルファザーって再婚率めちゃめちゃ低いんですよね。めちゃめちゃ低いので、今回、再婚してっていうのは、これなかなか珍しいことね。本当に今ね、家族4人で仲良くやらせてもらってるんですけど、なんでこれ4人かわかる？4人っていうのは、これ1人なんと赤ちゃんが生まれました。はい、可愛い女の子です。一番上がタツキっていう、まあもともとね、いる男の子なんですけど、その下に、今4ヶ月の赤ちゃんが生まれて、今一緒に4人で仲良く生活してます。でね、何から話そうかな。今回その再婚した経緯について、じゃあまず話しますね。まあ出会ったのは何年前だ、3年ぐらい前かな。でまあ普通にお付き合いをしてたんだけど、ある頃から自分の息子と一緒に3人暮らしを始めるようになって、でなんかね、気づいたらやっぱりこう僕の、当時だから彼女だよね、彼女はもう、僕の息子のことを本当の子供のように扱い始めたんだよね。で僕の息子も気づけば、もう何も言ってないよ、気づけば僕の彼女のことをママって言ってるんですよ。これってすごいことで、これなかなかないんですよね。で僕のそのね、今の嫁もママって呼べなんて一言も言ってないし、もう本当に自然になっていた感じだったんですよ。っていうのが、まあすごい結婚のその決め手としてはでかかったかな。まああとは僕が本当に好きだったっていうのもあるし、あとはまあそうかな、あともう一つ強いてあげるとすれば、僕ね、その将来に夢があって、夢はこれ、まあ、動画内でも何回か話してるんだけど、将来まあ現役生活も終わってね、移住したいなと、海外に、フィリピンに移住したいなっていうのがあって、で移住して何がやりたいなって目的がはっきりしてて、ボクシングジムをやりたいんですよね。ボクシングジムをやって、で、そう、普通のボクシングジムじゃなくて、こう今こう炊き出しやってるようなところのさ、ゴミ山の子たちを集めて、でそこの子たちにしっかりご飯を、栄養を与えて、一からボクシング、身体能力めちゃめちゃ高いからね、もともと持ってる身体能力、フィリピン人めちゃめちゃ高いので、本当にね、ガリガリのもう栄養失調手前みたいな子がさ、バンバンバク転とかするわけよ。それぐらい身体能力高くて、っていう子にしっかり栄養を与えて、ボクシングも技術もしっかり与えて、でやっぱりさ、こう貧乏脱出じゃないけど、アメリカンドリームを掴んでもらいたいなと思って、アメリカで試合できるような選手になれば、やっぱり仕送りもね、そこの家族にできるだろうし、やっぱり学歴もない彼らっていうのは、やっぱフィリピンはね、学歴社会だからさ、日本の
もんと昭和とか平成初期みたいな感じなんですよね。学歴がないと、だからあいつらみんな小学校も通ってないんですよ。で、保育園とかも通ってないから、学校に通ったってことがないから、あの子たちが就職するのって本当に、無理って言っても過言じゃないくらいのことなんですよね。日本はいっぱい仕事あるけど、フィリピンには仕事ないから。だから、ああいう子たちが、もう一番、こう、お金を稼ごうって思ったら、やっぱスポーツしかないんですよ。ボクシングとか、あと、まあ、バスケットボールもこう有名だから、この二つぐらいなんだよね。あとは本当女の子だったら歌手になるとか。うん。でも歌手になるにもボイトレとか通わなきゃいけない。お金がかかるじゃないですか。でそこを全部、無料で食事も与えて、トレーニングさせて、本当に強い選手を育てたいなっていう、そういう、夢があるんですよね。そういう変わったボクシングジムをやりたいなっていう夢があって。だから、僕は数年後、まあ、10年は経たないと思うんだけど、完全に、拠点を、フィリピンに移して、で、そのボクシングジムをやるって今計画してるんですけど、そこについてきてもらえないとちょっと難しいなっていうのがあって、結婚するにあたってね。でも今の嫁は、じゃあついてくと。で、そこのボクサーたちの食事も作るって、これなかなか言えないよ。これ普通のね、日本のね、女の子が、僕の年的に言うともう6個下なんだよね。6個下だからまだ20代なんですけど、なかなか言えないよ。うん。だもうこの子しかないなと思って結婚決めました。うん。ちょっと待って、お湯だけするわ。汗が冷めてるのね。で、じゃあそうだな、シングルファザーの頃の話もついでにしたいと思います。シングルファザーだった頃の話ね。まあ、どんな生活を送ってたかっていうと、当時離婚した時は息子が保育園だったからね、まだ保育園に朝送って、で帰って、僕はね、ちょっともう超こじんまりしたパーソナルジムを、まあ、マンションとかでね、やってたんですよね。で、やってて、それをの、仕事をしてました。保育園。だから夕方ぐらいまで。で、そこから保育園を迎えに行って。で、二人で練習に行って。で、そこから練習が終わって、スーパーに買い物行って、で、そこからご飯を作るんですけど、まあ、ご飯つってもね、男飯だからさ、鍋ばっかりだったっすね。で、作って、ご飯食べて、で、まあ、そこから、7時、8時ぐらいになっちゃうのかな？軽く、まあ、サッカーとか、やってあげてたんですよね。で、歯磨いて、寝るみたいな、もう本当にね、1日24時間が半分ぐらいに感じてましたね、当時。試合前とかだと余計大変でしたよね、本当に。でね、大変なのは、まあでも100も承知だったんですよ。シングルファザーになると決めてから、大変なのはもう100も承知だった。でも何が一番大変っていうか、そのきつかったかっていうと、急に、うちの場合は急に、その、元の母親が出て行ったわけですよね。ほんと急だったんですよ。これもまあ、まあ母親失格だよね。もう無責任な話なんだけど、本当に何も言わないまま出て行ったんですよね。うん。まあ理由はちょっとはっきり分かったものがあるんですけど、後から分かったんだよね、その理由も。で、息子からしたら、本当に、まあ僕にはその離婚の話はあったからさ、離婚届も書いたし、っていうのはあったんですけど、息子からしたら本当に朝起きたら母親がいないみたいな、
感じだったんですよ。だからもう飲み込めないですよね、現実が。なんでいないのっていう、うん、でまあその当時、まあ、話し合いの末、ママは海外に行ったっていう風にしようっていう風に、仕事で海外に行ったっていう風にしようっていうので、まあ、それでそういう風に説明してたんですけど、まあとてもじゃないけど言えないっすよね、うん、いきなりだったから本当に、うん、いきなりそんな事実を伝えてもまず飲み込めないと思うし、うん、だから時が経ってからそれは言っていこうっていうふうに思いながら生活していたんだけど、だけどね、毎日毎日さ、やっぱりこう不自然じゃないね。息子が5歳だったから、5年間ずっといた母親が、当たり前のようにいた母親がある日突然いなくなって、ずっと帰ってこないとね、普通おかしいってわかるじゃないですか、5歳でも。なんでいないの、いつ帰ってくるの、どこ行ったのって言って、まあ夜になるとやっぱり涙したりとかするんですよね、してたんですよね。そういう息子に対してどういうふうに声をかけてあげたらいいのかとか、どういうふうにケアしていったらいいのかっていうのが一番辛かった、うん、だから本当に空いた時間が、空いた時間っていうか一日を通してその息子のことを考える時間がめちゃくちゃ長かったですね、当時。それが一番しんどかったかな、うん、ね。まあ今回の動画はそんな普通に報告って感じなんですけど、そのシングルファーザーの方ね、全国たくさんいらっしゃると思うんで、ちょっと言いたいのは、辛いのはずっとじゃないよって言いたいね。これはね、僕が再婚したからじゃなくて、再婚しようが再婚しまいが、だって子供って大きくなっていくから、成長していくから、だから辛いのはずっとじゃないよ、うん、死ぬまでずっと辛いんだったらまだね話は違うけど、ずっとじゃないから、うん、シングルマザーの人も一緒、うん、ちょっと今回は真面目な感じで話しましたけど、うん、まあね、まあ、次回からまたちょっとおちゃらけて、多少おちゃらけてね、行きたいなっていうのはあります。うん。まあ元気ですからね、みんな。今もその息子も、いろいろ乗り越えて、自分の中で消化して、切り替えて、前を向いて、息子も頑張ってるんで。うん、まあ俺はその、サポートしながら育てていくだけかなっていうふうに思ってます。はい。じゃあね。そうそう、動画終わりたいと思いますけど、あとね、この動画とは関係ないけど、今、試合、一週間前。うん。いや、今回はね、強い相手と決まったんだよね。頑張るよ。だから、バイバイ。